釜の混ぜ方はこうで、火加減はこうと。よし、大体わかったような気がする。早速実践と行きたいとこだけど、あれはお母さんのだし。いや、いい加減。よし、決めた。とりあえずお散歩に行ってみよう。話はその後だ。うん。アーキュリス、そこはアーランド共和国の辺境にある小さな小さな田舎町。フェルスガラクセンと呼ばれる遺跡の調査を目的に人々が集まったのどかな場所です。さて、この町には一人の少女が住んでいます。ちょっとつ盲信で元気いっぱいな後先考えない女の子。彼女の名前はエルメルリア・フリクセル。町の人たちからは親しみを込めルルアと呼ばれています。駆け出しの錬金術師である彼女は、偉大な母のような錬金術師になるべく勉強中。しかし成果はあまり出ておらず、彼女はモヤモヤとした日々を送っているのでした。知らないけどさ、ルルアちゃん。あ、エーファー、ヤッホちゃんが捕まってよかった。捕まって？エクジーンで何かあったの？またアルフがおさらわったとか。ううん、違うの。ルルアちゃんにね、爆弾を作ってもらいたくて。爆弾？そりゃまた朝からご機嫌だね。てか、どうして私に？師匠に頼めばいいじゃん。それはルルアちゃんに成長してほしいからだよ。本当？なんか別の事情があるんじゃ。成長してほしいからだよ。はいはい、わかりました。ま、爆弾くらいならなんとかなるなる。あ、でも材料が足りないよ。エーファ、材料集め手伝ってくれるよね？うん、もちろん。じゃあ早速出かけちゃおっか。はいよエーファがいれば百人力だね。
よし、たくさん材料集めちゃいますか。そうだね。あ、どうしたのさ、急に笑ったりして。私、変なこと言った？ルルアちゃんと一緒にお出かけするの久しぶりだなって。ああ、確かに最近錬金術漬けだったからな。なら今日は思いっきり楽しい。ん？このお出かけを楽しく演出してくれたのかな。え、エーファはそれでいいの？うん。そっか、ならいいや。材料材料。お、マーナ気が利くね。わざわざ集めてきてくれたのって、マーナ？そんな大きな声で呼ばなくとも、私がマーナであることに変わりはないぞ、ルルアよ。マーナちゃん、どうしてここに？魔物が出るから町の外に出ちゃダメってあれほど。そうだよマーナ、マーナみたいな子供はおとなしく育児院で遊んでなさい。に大慌てしていたルルアに言われたくはないな。その口ぶり、さてはずっと見てたな。もちろん私に知らないことなどあるはずないだろう。それではさらばだ。言っちゃったよ。本当に自由な子だね、マーナちゃんは。いくらなんでも自由すぎる気がするけどね、私は。さて、もうちょっと材料を集めていこうかな。いいものあるといいんだけど。Thank you.
植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。部によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。作れるかな。